ゼニガタ平時取物控え、野村古道、槍と炎、一。親分、いい陽気ですね。ガラッパチの八五郎が、鼻の頭から襟へかけての汗を肩にかけた手ぬぐいの端っこで拭きながら、しおり道を足で開けて、のっそりと日向に立ちはだかるのでした。 陽気のいいのは俺のせいじゃないよ。頼むから少しどいてくれ。草花の芽がいっぱいに天童様に温められているんだ。平次は縁側に並べた小鉢の前から、いまいましく八五郎を追いやるのです。へっ、いい気なもんだ。結構な御陽気きが三門植木なんかに凝って。何だとなんだと八。何か言ったようだな。何 こっちのことで。いい陽気で、江戸の町はいっぺんに花が咲いたようですよ。少し外へ出てみませんか。春ともなれば、こう不思議に人間のメスが綺麗になる。何を言いやがる。春ともなれば、もうキザだが、人間のメスは聞き捨てにならねえセリフだ。全くその通りだから嬉しくなるでしょ人間のオスは、暮れも正月もした変わりはないが、メスの方は、 心臓も落とし間も三割型綺麗になるから不思議じゃありませんか。親分の三門植木だって花も咲くわけで。呆れて物が言えねえよ。いつまでもそこに突っ立って憎い口を叩いていると頭から組置の水をぶっかけるよ。そいつはごめんをこむりましょう。逆上の下がるのはありがたいが、その代わり一長らは台無しだ。それより少し歩きましょうよ、親分。 甲羅を干しながら、心臓を眺めたり、うなぎの匂いを嗅いだり、犬をからかったり。いよいよおめえという人間は、長生きをするようにできているよ。ところで、どこへ俺を誘い出そうという魂胆なんだ。平次はもう、八五郎の目論みを見抜いていたのです。こんな馬鹿なことを言いながら、とかくで武将になりがちの平次を誘い出して、 縄張り外で英知を働かせようというのでしょう。偉い、図星ですよ、親分。心臓も落としまも、お天気もうなぎの匂いも、みんな親分を誘い出す餌だ。俺とダボハゼと間違えてやがる。ともかくも、出かけましょうよ。いい陽気で、心臓でえとしまで、うなぎでダボハゼでしょこんな時うちにばかり引っ込んでいると、お尻にキノコが生えて、女房が増長する。 あ、いけねえ。おしず姉さん、黙ってお勝手で聞いてるんですね。人が悪い。はれ、あっちゃん。おしずは驚いて、お勝手から顔を出しました。存在をはっきりさせておかないと、この男は何を言い出すかわかりません。場所は、本所愛王町、二丁目ですがね。そこに気の利いたうなぎ屋でもあるのか。あれ、 まだうなぎにとっつかれていますね。あっしの話は同じ長物でもうなぎじゃなくて槍ですよ。くしゃくえいささほ、の槍。見事な道具でさ。それを場所もあろうに接近へ物理と突っ立てた。気味が悪いな。一定それは何の話なんだ平次も少し本気になりました。八五郎の話術はひどくとぼけているくせに、 妙に人の注意を捉えるコツを知っていたのです。石原のリスケ親分のところのお品さんが、さっき向こう柳原の足のちへ飛んできて、相手は愛生町長の阿波谷だから、接近へ槍を突っ込まれてひどい怪我をしたのも放っておけないし、そうかと言って、親分のリスケは足腰立たず、古文集にも頼りになるものがない。お願いだから、銭形の親分を引っ張ってきてください。 嫌だと言ったら、くびったまえ縄でもつけて、嘘だろう。お品さんはそんな荒っぽいことを言うもんか。くびったまえ縄はあっしの柵ですが、ともかく、親父の利り付け一生のデージだからと、あの希少者のお品さんが涙を浮かべて頼んでいきましたよ。愛用町のの波屋というのは、ご入府以来から縦川通りの大名主で、今では雑穀問屋だが、 間違いがあれば、やっぱりお上へ届けてなきゃならないんですってね。石原リスケは、かつて平時と張り合った顔の古い御用聞きでしたが、中期になって体の自由が利かず、出戻りの娘、星品が25の年間盛りを、古文集を引き回してじって取り縄を守り続け、娘御用聞きとか何とか言われる本所名物の一つにされているのでした。 お品さんはまた何だってここへ来て頼まないんだ。何と言っても、親分と面と向かっちゃ頼みにくいんでしょうよ。そこへ行くと、あっしなんか人間が直だから、金を貸せと言えば、はい。色になってくれと言えば、はい。馬鹿野郎、誰がおめえにそんなことを頼むもんか。無駄を言いながらも、平次は手軽に支度を整えて、柳原土手の白い蝶々を追いながら、 両国を渡って、相生町にかかったことは言うまでもありません。二。相生町二丁目の淡谷栄之助の家というのは、雑国問屋には相違ありませんが、何百年続いた町名主で、何とかいう名字まで許されており、立川に望んで、 一丁内を平雁する広大な構えでした。銭形の親分、待ってましたよ。棚先に迎えてくれたのは、リスケの子分のタミジ。三十前後のリスケの片腕と言われた男です。後ろからそっと顔を出しているのは、よく太った丸々とした中年男。 ご苦労様でございます。私は棚の取り締まりをしております。宗吉と申すもので。一番番頭の宗吉。リニー里井の看板にしているような、非凡の愛嬌者でした。他にもう一人。平時に木礼だけして、棚の隅っこにこそこそと引っ込んだのは、若い手代の新助で、神経質らしい二十歳くらいの男。 こんなのは思い詰めるととんでもないことをやりかねない人柄かもわかりません。平次は万刀総吉の導くまま奥へ奥へと進みました。ひどく古めかしく贅沢と賢素が背中合わせに住んでいるような家です。縁側の尽きるところで右手の障子を開けると問題の主の部屋。 これは思いのほか明るい八畳で、主栄之助は包帯だらけの半身を抜け出すように、これも絹づくめの贅沢な夜のものに横になっております。銭形の親分ですが。ああ、ご苦労ご苦労。番頭に取り継がせて、主栄之助は少しばかり顎をしゃくりました。 こちらはご心祖様で。枕元にいる三十五六の女は、今気がついたというように、慌てて体を斜めに引いて。まあまあ、とんだお騒がせをして。よく脂の乗った、豊かな感じのする美しい女。言うまでもなく、目かけから成り上がった二度目の苗義です。 その後ろからそっとお辞儀をするのは、十五六の、それはほんの小娘で、内義のおの連れ子、おきみというのだと後で聞きました。母親に似ぬ華奢立ち可愛らしくはあるが、寂しそうです。とんだ災難だったそうで。平次は、主栄之助の裾の方から、 とこへ近くいざり寄りました自分の家の接近へも入れないようじゃ、私もやりきれない。どんなことをしても、このくせ者を探してください。栄之助は、取って始終と聞きましたが、年寄りは老けた青黒い男で、分別者らしい目の鋭さ、戦闘力を思わせる四角な顎など、 初対面の平時にもいい印象は与えませんが、こんなのが、いわゆる苦み走ったと言われる、十年もののいい男の部類に入るのでしょう。どんな様子でした後先のことを少し詳しく。昨夜の五つ半頃でしたよ。いつものことで、寝る前に接近へ入って、いざ出ようという時、障子紙を貼った荒い格子の外から、 くしゃくへの手槍で、ぶつりとやられましたよ。もう少し左へ来ると、間違いなく喉笛をやられるところ。その時の不気味さを思い出したか、栄之助は言いかけて固唾を飲みました。槍はどこのものです阿波やの先々代から伝わる道具で、普段は鞘をかけたまま、土蔵の針にかけておきますが。すると 尺に触るが、癖者は家のものですよ。土蔵の槍はいつからなくなったか気がつきませんか何しろ暗い土蔵の中ですから、そこまでは。目が届かなかったのは当然でしょう。家の方というと、この他には。下男のベンと下女のおのぶと、二人とも若いが、よく身元もわかっております。他には。 庭先の離れに、私の養父の仙台英左衛門と、千の女房のお島が住んでおります。それは八年前からの中期で、身動きもできない老人ですよ。下の世話までさせては、奉公人たちへ気の毒だし、祖先から伝わった優秀ある家も汚したくないと、今からちょうど五年前、私どもの止めるのも聞かず、自分から進んで離れへ入りました。千の五内には、 お島といって家付きの娘ですが、病気があって子供のできる望みもないと申して、自分から言い出して、今ここにいるお朝という妾を家に入れ、私の世話を一切任せて、自分は父親の介抱をするのだと離れ一緒に入ってしまいました。主栄之助の説明は一通り筋は通りますが、そこに何やら不自然なものがありそうです。 すると、ご主人を恨んでるのは誰でしょうそれがどうも心当たりがないのです。奉公人の手当ては良い上にも良くしてあるし、父親と千の女房も私を恨む筋はないし。主はそれ以上には物を考えたくない様子です。三。 もう一度番頭の宗吉に案内されて、ある栄之助の刺されたという接近を見せてもらいました。これは床の間の後ろにある紙弁所ではなくて、奉公人以外の家中の者が使っている何度の後ろの弁所で、中は広々と大小二つに分かれており、その間に日本刀身の安闘をかけて、人間が立ち上がると横手の壁に 大きな影帽子が映るようになっております。外に面した方は、荒い格子に紙を貼って、わずかに寒い風を防いでいるだけ。その中ほどより少し下寄りのところに、槍でついた紙の破れがあって、渋いたちが赤黒くこびりついているのも不気味なことでした。ここへあるじが入ったことは、外からわかるかな 平次はふとそんな疑いを持ったのです。格子に紙が貼ってあるのですから、外にいる癖者には、誰が接近へ入ったか、ちょっとわかりにくいはずです。へえ、でも、主は毎晩五つ半ごろ、お休みの前に入ることに決まっております。それに、入るとすぐに大きな空席をしますので、名乗りを上げているようなもので。番頭の蒼吉は、 ふと自分の言葉のおかしさに苦笑して、唇を噛みました。この家に、槍を使える人はいないのかない、ええ、町人のことですから、槍りくりの方ばかりで。もっとも、先代の主、栄左衛門様は、苗字対刀を許されている家の総領だからというので、子供の時、一、二年、八頭の稽古をさせられたそうですが。その先代のご主人様は、 中気で足腰が立たないのですから、お話になりません。ともかくも、そのご隠居、先代のご主人に一応会いたいが。ご案内いたしましょう。こちらへ。庭桁を突っかけて、離れまでには五六軒ありましたが、その間に物置の袖が出ていたり、生垣が邪魔をしたり、なかなかの厄介な道です。 あるじが刺されたとき、大きな声でも出したことだろうな。ええ、びっくりいたしました。私は棚から、おのぶはおかってから、あとは命め名いめいの部屋から駆けつけましたが。元のあるじはあのお体で動けやしません。騒ぎの後ですぐ離れを覗きましたが、前のご心臓のお島さんは留守で、有明の暗闘をつけっぱなしのまま、 ご隠居の英才門様は、向こう向きに布団をかぶって、すやすやと眠っておいでのようでした。後の人たちは、めいめい見張っていたわけじゃございません。私は棚におりましたし、下女はお勝手に、ご親造とお嬢様はそれぞれのお部屋に、新助は棚の隣に、ベンジは夜遊びに出ていたようで、明くる日の朝になって、ふらりと帰って参りましたが。そんなことを言いながら、 三人は離れの入り口に立っておりました。離れといっても、元は物置かなんかでしょう。一通りまとまってはおりますが、木口も盾具もひどく粗末で、これが阿波谷の隠居、栄左衛門の老病を養う場所とは思えません。離れの障子を開けると、ふんと匂うのは、長わいの病人特有の嫌な臭気です。 絹者にはそういないが、ひどく汚れた布団をひっかぶって、向こうを向いた寝姿は、誇りじみたハゲ頭です。ご隠家様、銭形の親分さんですが。番頭の総吉がそう言うと。ああ、そうか。今日はひどく体がだるくて、寝返りも打てないが。英左衛門はいかにもおっそうです。 そばに解放しているのは、一つみほどしかない四十二三のしみだらけな女。おそらく長い間の病気が、この女から若さと健康と夫の愛とを奪い去ったのでしょう。一目で老少と見える青黒い皮膚や、頬のあたりの昇降熱から来るらしい校長。しわがれて弾力を失った声などは、寝ている中風闇の父、 永左衛門よりも哀れな存在です。昨夜は松井町に縁づいている妹のところに子供が生まれましたので、身動きのできない父親のことも心配でしたが、夕飯を済ませてからベンジの友で松井町に参り、とうとう泊まって参りましたが、今朝帰ってくるとこんな騒ぎで。それからベンジはどうしました掛け事が好きですから、 いずれ近所の賭場へでも入り込んだことでしょう。<laughs> 元の心臓、お島の説明はこれで全部と言ってもいいでしょう。平次は追っかけていろいろのことを尋ねましたが、何を聞いても拉致が明かず。何か気に入らないことか、腹の立つことはないのかな。こうしていて。平次は番頭総吉の外した隙を見て、ちょっとお島の気を引いてみました。 とんでもない。私は毎日毎日、阿弥陀様にお礼を申し上げております。私ども親子が悪病に取り憑かれたのも前世の宿業とでも申しましょう。野山に骨を埋めても少しも恨むところはございません。それを、仮にも親となり連れ合いとなったればこそ、嫌な顔もせず、何の不自由もさせずに、こう安穏に養ってくれます。の、お父さん。お島は合唱しながら、 そっと病床の父親を帰りみました。床の中でボロ切れのように小さくなっていた父親、英左衛門は、向こうを向いたまま、かすかに頷いたようでもありますが、それは平時にもしかとしたことは言えなかったのです。この上粘ったところで、何を聞き出せそうもないとわかると、平次は八五郎を目顔で誘って、 土蔵の前にいる宗吉の方に歩みを移しました。その槍は、物騒で叶いませんから元のところへしまい込もうと思いました。でも、親分にお目にかけなきゃ。宗吉は血を拭いて清めた槍、屈舎へ回収の笹穂の槍を蔵の戸の前で持ち扱っております。なるほど。結構な道具だが。 久しく手を入れないと見えて、ひどいサビだ。これで疲れちゃう、貼り付けをされるようなもんで。平次がはばかって言わなかったことを、八五郎はぬけぬけと言ってのけるほどの胆力がありました。ところで親分さん、これは内緒のことですが。番頭の宗吉は、あたりを見回して、こんなことを言うのです。 何だい、番頭さん。これはまだ、誰にも言わないことですが、この槍について、私は不思議なことを存じております。総吉は声を潜めるのでした。不思議なことというと何だいまさか、その槍が祟た,たるとか何とかいう、子供騙しのような話じゃあるまいな。とんでもない。そんなことを言ったところで、信用してくださる親分じゃないでしょというと、この槍は、 10日も前から、蔵の中から持ち出して、物置の藁の影へ立てかけてありました。宗吉の調子は、物々しく小さくなります。誰がそんなことをしたんだ私が言ったということは、内緒にしておいてください。実は、ベンジのやつで。下男だったな。槍を持ち出して何をやったんだ。物置の土台下にイタチガスを作っている様子で、 時々親子のイタチがちょろちょろ顔を出すんで、檻を狙ってそれを突くんだと言っていました。イタチは棒ぐらいで突っついたんじゃ驚きませんから、旦那へ内緒でそっと真相を持ち出した様子でした。もっともイタチを槍で突こうなんて無理な了見で、いつまで経っても檻がないから、槍は物置の藁の影へ隠しておいたんでしょう。蒼吉の説明は異極を尽くしますが、それだけベンジに対して悪意を含んでいる様子です。 相生町の物置は、藁の一山を積んでいるのは不思議なようですが、その頃は本所も奥へ入ると田んぼ続きで、亀戸はまだ村であり、四つ目には村名主が頑張っていた頃のことで、雑穀を扱うあわやが物置に藁を積んでいたことに何の不思議もありません。四 この野郎ですよ、親分。八五郎は一人の男の襟髪を掴んで引っ立ててくるのでした。いてえ、いてひどいことをするじゃありませんか。あっしゃ何も知りはしませんよ、親分。八五郎に引っ立てられてバタバタやっているのは、三十前後の達者そうな男。ムクツケキ中にも、なんとなく小粋なところがあって、 庭男や下男にはもったいないようですが、これが槍を持ち出したというベンジという男でしょう。手荒なことをするな、ハチ。でも、この野郎が蔵から槍を持ち出したんでしょイたちの代わりに、主の喉笛を狙っただけで。違いますよ。槍を持ち出したのは足だが、旦那をついたのは足じゃありません。三両や五両の給金じゃ足りそうもない面だぞ。野郎 八五郎はもうこの男を下手人に決めている様子です。槍はそっと持ち出したのか何みんな知っていますよ。番頭さんだって、新助殿だって、あっしがイタチと人立ち回りやるの面白がって見ていたぐらいで。第一、そんなサビ槍なんか持ち出したって、旦那は叱るもんですか嫌な顔をするのは、ご先祖の幽霊に取り憑かれていらっしゃる、ご隠居さんくらいのもんで。 レンジはこう言って、偶像破壊者に共通した、ふてぶてしい表情を見せるのです。よしよし、下手人はその男じゃあるまいよ、八どうしてこの男じゃないんです、親分。レンジがその槍を持ち出したことは、家中の者がみんな知っているというじゃないか。接近の窓へ槍を突っ込むのも、その男のやりそうなことじゃねえ。 そうですよ、親分。足は随分気の短い方だが、接近で人を刺すなんて、そんな臭いことはやりゃしません。ベンジは調子に乗って、勢いが良くなります。おめえの生まれはどこだ戦術で。本城へ流れてきたのか。女道楽が過ぎて感動になり、親類の者が口を聞いて、この家へ預けられました。三年辛抱して下男を務めたら、親父に詫びをして、 家へ返してやる約束で。ええ、家は百姓で。なるほど。イタチには恨みがあっても、阿おやえ之助には恨みがありそうもないな。平次も苦笑いしました。この男は、接近の窓へ槍を突っ込むよりは、ある種の寝首をかく方を選びそうです。平次は八五郎と一緒に、なおも総吉に案内させて、 家の外回りを一巡しました。石原の古文の民地は、調べを平時に任せて、安心して棚に頑張っております。家の外には何の変わったところもなく、戸締まりも厳重で、癖物の紛れ込んだ様子もありません。夕方お島が出た後は、下所のお部が裏口を閉めており、棚から奥へかけては、 あるの栄之助が念入りに見回ったということです。棚構えは大きく広く、裏には二棟の土蔵があり、部屋も二つ並んでおりますが、塀が高く、忍び返しが物々しく、外からは忍び込む工夫もありません。その上、珍しく春の天気続きで、人間の足跡などはどこにもなく、ただ、ところどころに、 小さい深い穴が、棒でも立てたように、物置からおも屋へ、縁側沿いに接近の裏へと続いているのは不思議ですが、これもベンジがイタチ退治で武勇を振った時の見えを切った名残と見られないこともないのです。おやおや、洗濯物を取り落としたのかな八五郎は、物干し竿の下のあたりに、引きずった着物の跡を指摘しました。 おのぶのやつがそそっかしいからですよ。宗吉は答えました。そう思ってみると、なるほど物置の裏の井戸端に、大きいたらいにつけたまま、泥のついた薄汚い布子のあるのを、平次はしゃがみ込んで見ております。こんなことで、大した収穫もなく、もう一度ある之助に会い、あだっぽい心臓のおわさに送られて、 愛イ町の通り、カシプチをエコーインの方へたどりました。この辺りにいい医者はないのかな平次は送ってきたタミジに尋ねました。一丁目の滝先生は、橋向こうまで名の通った人ですが。それはいい安兵だ。平次は八五郎とタミジを外に待たせて、 滝き安先生に面会を求めました。何平治銭形の親分か珍しいな。どんな用事だなどと、気さくな公安先生は、薬臭い書斎へ平治を生じます。十徳を着た白髭の老人で、医者というよりは本草家か儒者みたいな感じのする人です。 先生は、阿波屋のご隠居、エザイモンさんをご存知でしょうな。平次は単当直入に問題を提出します。ああ、知ってるとも。私の患者じゃ。あのご隠居は、本当に身動きもできないほどの病人でしょうか。八年越しの重風だ。身動きも難しかろうよ。もっとも、近頃あの容体に少し腑に落ちないことはあるが。 とおっしゃると。平時は反問しました。中風の病人によくあることだが、あのご隠居は二度目の当たり返しを恐れて、手足を動かそうとも、起き上がろうともしない。相変わらず死人のように寝たっきりだ。今の言葉で言う、高血圧恐怖症です。この気の弱さのために、幾人の老人が、 自分で自分の病気を作っていることでしょう。すると、あのご隠居は、動き出して十軒も歩いて、人を殺すようなことはないでしょうかそんなことができれば、八年もの長い間、養子に辛く当たられながら、歯を食いしばって寝ていることはあるまいよ。ありがとうございました。それでよくわかりました。もう一つ、元のご内儀のお島さんの容体は、 あれも軽くない病人だ。そのためにあの通り干し固められたように小さくなってしまったが、歳をとっているし体が固まっているから無理さえしなければ一生を持つだろう。おしごさんに人殺しはできるかって冗談じゃない。あの人は阿弥陀様のような人だ。とんでもない。公安先生はブルンブルンと頑固らしく手のひらを振るのでした。 さあ、底辺親分八五郎の底辺が飛び込んできたのは、その翌日の昼過ぎでした。何を慌てるんだ節分の豆まきで、底辺だと鬼は追っ払ったはずじゃないか。へえ、その底辺が、またやってきましたよ。愛用町の阿波谷の元の内に、あの阿弥陀様のようだと言われているお島さんが、縛られていきましたぜ。なんだと誰がそんなことをしたんだ まさか石原の古文集じゃあるまいな。平次はそればかりを恐れていた様子です。美濃の満七親分ですよ。うーん。合原じゃありませんか。愛王委長は石原のリスケ親分の息のかかったところで、銭形の親分だって頼まれでもしなきゃ乗り出す場所じゃありませんぜ。よしよし、放っておけ。御用聞きや手先に縄張りがあるわけはね。 でも、尺に触るじゃありませんか。もし、万一、あのお島さんがどうかしたら、病気の父親を誰が世話をします。なるほど。そいつは厄介だな。あの隠居の世話をする人がないのか。寝かけのお朝の連れ子の何とか言うのが、とんだ心がけのいい娘で、最初のうちは世話をしてきたそうですが、母親の朝がやかましく言って、離れへやらないので、下女のおのぶに頼んで見てやっているということです。 おしまさんの妹、隠居の二番目娘が松井町に縁づいているはずじゃないか。あいにくお産をしたばかり。それは気の毒なことだな。美濃の親分はまた何だって元の内義のおしまさんを縛ったんだ。あわやの主を殺すほど恨んでいる者は、家中には元の連れ合いのおしまさんの他にはないと言うんですよ。死ぬほど人を恨んでも、仇を返せない者も,もあるし、変な目で見られたというだけでも、 相手を殺したくなる人間もあるよ。平次は悟ったことを言うのです。ところが、あのお島さんには疑われるようなことがうんとありましたよ。どんなことだその晩、松井町の妹の家へ泊まったはずのお島さんが、酔いのうちに愛王町へ引っ掛していますよ。松井町の妹は、姉のお島は、あの晩松井町の私の家へ泊まって、一足も外へ出ないと言い張っていますが、 困ったことに、松井町から愛生町は、女の足でもそんなに遠いところではなし。それに、それにどうした松井町の近所の州が、お島さんが酔いのうちにけえって言ったのを、二人も三人も見ていますよ。因果なことに、一昨日の晩は、月は良かったでしょうーん。美輪の親分は、鬼の首でも取った気で、松井町の方向人を締め上げると。 親秘の妹の他はひとたまりもなく、みんなペラペラと喋ってしまいましたよ。それによると、お島さんが父親のことが心配になると言って、酔いのうちに一度帰ったのは本当だそうで。一度帰った。半時も経たないうちに、また松井町に戻ったそうです。愛宵町の家の門は厳重に閉まっているし、もう寝静まっているのを起こすのも気の毒だから、そのまま戻ってきたと言ったとか。 戻ったののを見見たた人ももあるのか。かそそいつは誰も見なかったそうで。多分松井町へお島さんを送っていったベンジはどうしたんだ四つ目の賭場に潜り込んですってんすってんに向かれた上足まで投げ出してつまみ出されたのは夜が明けてからでなるほど平次は深々と考え込んでしまいましたねえ親分箕輪の親分の鼻を開かせる工夫はないでしょうか あしは、あの親分が味噌をつけて鬼がへそをくすぐられるように、ニヤニヤ照れ隠しの苦笑いをしながら退散していく顔が見たくてしようがない。バカ野郎。ええ、なんか気に触ったんで、親分。おめえの言うことはいちいち気に触るよ。難義のお島さんは放っちゃおけねえが、身の輪の親分の面当てに仕事をするのは、俺は嫌だよ。へ、ええ、鬼へそは気に入りませんかね。それじゃあ、あのシミだらけの虫食いのおかみさんを助けるとして、 悪い口だな、おめえは。あれでも、昔は本町小町とか何とか言われて、いい娘だったというぜ。女は悪い亭主を持つと、体までめちゃめちゃにされる。それを助けてやってくださいよ、親分。お島さんを助けてやるくらいのことなら、何でもないじゃないか。それが、その、あっしのつやじゃ、うまくいかないんで。お係か,かりは。同心の、久保山希十郎様。久保山様ならよくお分かりになる。 おめえが言って、こう申し上げるがいい。ええ。あの晩、阿波屋は棚も裏口も、木戸も厳重に閉まっていて、外からは入れなかったはずだ。主は刺される前に、戸締まりを見回っているから、これは間違いないことだ。なるほどね。元の内儀のお島さんは、父親を暗示で帰ってきても、声をかけるのも、戸を叩くのも遠慮して、そのまま松井町に戻ったはずだ。 若い男なら兵を乗り越す工夫があるかもしれないが、あの病針のお島さんじゃそれはできない。いいいい言い訳ですね。まだあるよ。槍で人を突くなどということは、心得のないものにできることではない。主栄之助の傷を見てもわかるが、あの槍はひねってついてある。素人はカッとなると、相口か出馬包丁くらいを振り回すのが精一杯で、くしゃくへの槍をひねってつくなどという、 落ち着いたゲートはできるもんじゃない。もう一つ。まだあるんですか、親分。あの苗には秒針で忍びて一つ紙ほどしかない。背の高さはせいぜい四尺六七すんかな。そんなもんでしょうね。接近の窓の外から槍をまっすぐに突っ込んでいるが、踏み台も何にもなかったし、北向きの柔らかい土の上にはそんな跡もなかった。どうしても、 五尺五六寸の人間が頭の上あたりで溜めて着いたんだ。もうたくさんですよ、親分。それだけ言えば、久保山基十郎様、肝を潰しますよ。八五郎は、手綱を切った荒駒のように飛び出すのです。調子に乗って、美濃の,の親分に恥をかかせちゃならねえ。いいか、八。平次の声は、その後からをかけます。 六。阿波屋の主英之助が接近で襲われてから七日目。元の内義のお島は、松井町の妹のところへ、赤ん坊の七夜の祝いに呼ばれて行きました。病心のお島は、近いところではあるが、暗くなってから帰るのは大義だろうと、妹が気を利かして止めることになり、奥の人前寝かしたのはまだ酔いのうち。 その夜、明け方近い八つ半ぎになって、愛い町の阿波屋では、今度は自家を出して、一瞬のうちにおもや全部をきれいに焼いてしまい、あるじ助、いのけ、めかおわさが煙に巻かれて焼け死に、娘のおきみは、わずかに命からがら誰かの手で炎の中から救い出されました。焼け跡の灰をかいていると、 その中からもう一人の死骸が出てきました。それがなんと隠居の英才門だったことはどんなに人々を驚かしたことでしょう。明け方になって駆けつけた元の内木のお島はしばらくは呆然として気抜けのような顔をしておりましたが、やがて父親の死骸に取りすがって身も浮くばかりに泣いたのは無理もないことです。 だが、しかし朝になって駆けつけた三輪の万七が、岡倉の聖吉を松井町に走らせて、昨夜もお島が夜半に抜け出したという証拠を書き集め、一になって今夜もお島を火付け人殺しの癖者として縛ってしまったのです。八五郎の二度目の底辺が、明神下の平士のうちを驚かしたことは言うまでもありません。 待てよ、八。隠居の英才門が母屋に這い込んで火に焼かれて死んでいたというのに、娘のお島の火付けはおかしいじゃないか。そんなことは足にわかるもんですか。ともかくも、美濃の親分がお島さんを持って行ったんですから、なんとかしてやってくださいよ。夜中に抜け出したには違いあるまいが、お島さんが松井町の妹の家を抜け出したのはまだ四つ目で、火事は明け方近いやつ半ですよ。わかったよ。 お礼食ってかかったところでどうにもならないじゃないか。その、昨夜も松井町の妹の家を抜け出したお島さんは、松井町へ帰ったのはいつ頃だい。本人は、一時もかからなかったと言っていますから、この詰めには松井町に戻ったことでしょうが、帰る姿を誰も見たものがないから言い訳が立ちませんよ。よしよし、すぐ行ってみよう。お係か,かりの久保山様はどこにいらっしゃる両国の番所に引き上げたはずで。 それじゃあ、ひとっ走り。平次はまた、八五郎と一緒に飛び出しました。相生町の阿波谷の焼け跡へ行ってみると、まだブスブスいぶっておりますが、屋敷内が広いのと、二戸前の土蔵と隠居の離れなどが残っているので、三人の少子体をとりあえず隠居所に収め、近所の衆や親類の者が集まって、しめやかにうなどを焚いております。 ああ、銭形の親分。席を譲ってこそこそ庭へ引き上げる人たちの間を、平次は八五郎を従えて離れに入りました。三つ並んだ死体はこの上もなく無残な姿ですが、平次は不気味さも構わず、恐ろしく念入りに調べております。八、変だとは思わないか 平次は顔を上げました。何です親分。家中の者はみんな無事なのに、達者の主の栄之助と妾掛けの噂だけが焼け死んだのはどういうわけだへえ、煙に巻かれたんでしょ隠居の英左衛門は自分で火の中へ飛び込んで死んだのかもしれないが。死骸は三人とも焼け死んだに間違いなく、一つの傷もない上鼻や口には したたかに灰が入っているのです。もう一度焼け跡へ取って返した平次は、湿った材木をかき分けて念入りに調べておりましたが。八、やっぱり仕掛けはあったんだ。これだよ。八五郎を帰り見て、焼け材木や灰の中から、半ば焼けて精を失ってはいるが、明らかにたくましい細引きや、 手頃の浅縄と見られるのを、幾本も幾本も探し出しました。何ですそれは、親分。主と目掛けの噂の寝ている部屋の外は、縁側も廊下もいっぱいにこれが張り渡してあったんだ。高いのも低いのもあったことだろう。部屋の入り口のも、廊下の端のもあったに違いない。八つ半という時刻に火事と聞いて飛び起きた主と目けは、 寝ぼけ真中で、これに足を取られて、手もなく転げたことだろう。起き出して逃げると、前にも、その前にも罠があった。二人は起きつ転びつしているうちに、煙に巻かれて死んでしまったんだ。どうかしたら、面食らって方角がわからなくなったかもしれず、癖者が物の影に隠れて、出口を探す二人を、火の方へ突き飛ばしたかもしれない。誰ですそれは、お島じゃないでしょ 八五郎は肝を潰しました。焼け跡から浅縄を探したのは、早く火消しの手が回って燃え切らないうちに水をかぶったせいでもありますが、それにしても、平治の考えも非凡なら、癖者の知恵も容易ではありません。平治は、残っている飛びの者や奉公人たちに尋ねて、夕べあの火事を発見した間際まで、棚の 裏の木戸も内から厳重に閉まっていたことを確かめ、さらに、火事をこしらえたのは、物置に積んであった藁を持ち出して、奥の主の寝室の後先に積んで火を放ったものと分かりました。その上、平次は、隠居の住んでいた離れを調べて、分かったよ、八。思わず膝を叩くのです。何がわかったんです、親分。 離れの入り口の戸に外から鍵がかかっていたんだ。それを内から押して弾き飛ばしているじゃないか。え南側の雨戸も外からシンバリかなんかで閉めていたことだろう。あとは格子をはめた窓だ。平次は奉公人たちに確かめましたが、今朝見ると離れの南側の雨戸は外からシンバリを買っていたという平時の推理に間違いもありません。 大島さんは、この目へ接近へ槍を突っ込んで、養子の栄之助を殺そうとしたのは、重風で寝ているはずの父親の仕業と知って、今夜も妹のところへ行くので、心配して外から離れを閉めて行ったんだよ。父親の栄左衛門はそれと知って、明け方になって鍵を下ろされたまま、内から押して弾き飛ばしたんだろう。すると下手人は、二度とも、重風闇の隠居、栄左衛門だよ。 八年目から中風で寝込んだが、それをいいことにして、女房のお島、栄左衛門には掛けがえのない娘だ。それを放り出して目かけを入れ、家をそっくり横領して、洋服の英左衛門を物置のようなところに放り込んでしまった養子の栄之助が憎かったんだ。隠居の英左衛門はさぞ悔しかったことだろう。幸い中風の方は少しずつ良くなって、近頃は物に捕まるかはうかして、 少しずつは歩けるようになったが、英左衛門は深い考えがあって、それを誰にも知らせなかった。もっとも、娘のお島は気がついていたことだろう。ええ。レンジが槍を持ち出して物置に置くと、昔取った絹塚で、それを杖にして接近の外に忍び寄り、頭の上に構えてずぶりとついた。土の上に小さい穴のあったのは、槍を杖についていったためだ。 なるほどね。娘のお島は、父親の心持ちを知って、心配でたまらないから、松井町から愛生町に戻ってみたが、締まりが厳重で入れなかった。昨夜もそっとやってきたが、二度目は時刻が早すぎて何のこともなく、安心して帰ったところへ、明け方になって父親が仕事を始めた。身動きもできぬと見せかけた中風闇が、少し治ってはいても、あれだけのことをするのは、 大変な骨折りだったことだろうが、憎い悔しいでやってのけたに違いあるまい。でも、親分、接近へや,やりを突っ込まれた騒ぎの時、番頭の宗吉はすぐ離れを覗いたが、ご隠居は向こう向きになってすやすやと眠っていたと言いましたよ。それは隠居の計略だよ。急に離れへは戻れないと知っているから、座布団かなんか入れて布団を膨らませ、枕のところへやかんでも置けば、宗吉は慌てているから、 隠居の寝姿だと思うよ。そうしておいて、這うようにして帰ればいいんだ。翌日は、お島がたらいの中へ泥のついた着物をつけておいたのは、前の晩、父親が庭を張った証拠を隠すためさ。ああ、なるほど。もう一つ、養い娘のお君を煙の中から助け出したのは、隠居の永左衛門さ。その後に望んでも、 自分に親切にしてくれたお君を殺す気になれなかったんだろう。それで何もかもわかりました。ひとっ走り両国の番所へ飛んで行って、お島さんをもらってきますよ。待ちなよ八、向こうから久保山様がこっちへ来られたじゃないか。話は至って簡単に拉致が開きました。お島を許してもらって、 改めてお君に引き合わせると、二人は大方の事情を察したものか、しばらくは手を取り合って泣いております。これでうまくいくだろうよ。二人は仇同士のようだが、腹の中では親子のように親しいところがある。あわやの焼け跡へ草を生やしちゃならねえ。平次は久保山喜十郎に挨拶すると、 後のことを石原の古文集に頼んで、八五郎と一緒に妙人下へ引き上げます。妙に寂しいような、華やかなような、ある日の春の夕暮れでした。